はい、吉祥寺の花や花心のさゆさです。本日は植物男子ベランダについて、語っていきたいと思います。ベランダとは NHK でやってるドラマなんですけれども、今シーズン3ですね、やっております。でちょっとねカンペを見ながら、説明したいと思います。都会の片隅でひっそりと暮らす中年バツイチ男、通称ベランダ。彼は自分勝手なやり方でベランダで植物を育てることを無常の喜びとしている。てん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 っていう感じでね、詳しくはねホームページ概要欄の方に貼っときますので、そちらの方をチェックしていただければと思います。で、ほんとね1話とかね、あと他の話も見たんですけれども、結構ね成長記録もあるんですけれども、ねほんと成長してすげえ良かったっていう回もあれば、ほとんどの回が枯れた、なぜ枯れたみたいな、そんなモヤモヤした状態で終わる回が結構多かったんですよ。で、1話のお話をしていくんですけれども、その1話も結局そうで、ボケ、まあ、枯れてはいないんですけれども、なぜボケが元気で成長したのか、土は変えるべきだったのかっていうのがよく分かんない状態で終わったんですよ。で、後半部分はピンク猫柳の話をしてたんですけれども、ピンク猫柳はあーすげえ可愛い、なんかキラキラ光ってていいよね、買うか買わないかみたいな感じで、まあ本当に面白く終わったので、まあ説明はいいとして、まあボケですよね問題は。で、本当ね植物男子ベランダ、本当ベランダですごいいろんな植物を育ててるんですよ。で、まずすごい環境がいいところなんですよね。で、なぜボケを買うかってなったかというと、まあね、お気に入りのお姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんに会いに行きました。で、あボケすげえいいじゃんってなったんですけれども、いわゆる普通のちゃんと元気な、もう高いボケとすごい値下がりしてた元気のないボケがあって、もう私はこの元気のないボケを元気にしてみせますって言って、その安いボケを買ってったわけなんですよ。で、結局土を変えるかどうかってすごい迷って、でそのベランダはもうどの植物にも、観葉植物だろうが何だろうが、培養土を使って俺は変えるんだ、でも今日こいつは変えないで、もう絶対行くんだって言って、もう水だけやって元気にするって、俺は変えない、変えないでやるぜっていう感じの回なんですよ。で、本当に培養土に変えなくてよかったと思いました。で、培養土ってどういう土なのかと言いますと、まあ比較的栄養も入ってて、すごい成長させるための土ですね。なのでボケ、特にねこういうねちっちゃい鉢でやる盆栽用のボケを買ってたんですよ。で、しかも苗の状態だったんですけれども、そういうのでいわゆる成長するもう楽しむのもあるんですけど、ああいう盆栽って四季を楽しむための、このちっちゃい空間で楽しむためのものなので、培養土に入れると成長しすぎちゃうんですよ。なのでね、やっぱり植物とかその楽しむ用途によって土は変えていただきたいと思います。まあ、例えばなんですけれども、培養土はもちろん成長のための土なので、花付きが良かったり、まあ、食べる系の野菜とか育てたり、もちろん観葉植物もね OK なんですけれども、まあ本当観葉植物に関しては観葉植物用の土の方がいいです。それはなぜかというと、植物には三大栄養素というのがありまして、窒素、リン酸、カリ、窒素が葉っぱ、リン酸が花、カリが根っこです。なのでその植物によって変えてあげる必要がある。観葉植物の場合ですとリン酸がいらないんですよ。なので窒素多めの、かつ水はけのいいやつで、培養土結構ね保水力が高いので、ちょっと水のあげとか少なくても済むんですけれども、まあ、観葉植物逆にね水あげすぎちゃうと根腐れとかしてしまいますので、観葉植物用の土を使ってください。普通の本当に、まあ、夏野菜とか花がつきがすごいいい、今の時期だと何があるかな、日々草とか、そういうどんどん柄が出て柄を取って花をいっぱい楽しむタイプとかでしたら、ぜひ培養土を使ってください。で、ボケは本当に栄養いらないです。もう水さえあればすごい元気になります。なので土変えなくてもベランダのボケは元気になったんですよ。やっぱりまあ、太陽の光だったり、あと温度ですね、そういうのですごい元気になったから良かったんですけれども、まあ本当環境がすごい良かったって、で、あと、まあ、培養土に変えなかったっていうところが本当に良かったのかなと思っております。で、ボケはどのような土がいいかと言いますと、赤玉土ですね。赤玉土の特性は本当栄養がほぼほぼ入ってない、かつすごい水はけがいい。で、水はけがいい、しかもこれだけ、ちっちゃい器なので
で木ってすごい水も吸うんですよ。でボケとかもやっぱり水大好きなので、本当水を毎日すごいもうやりすぎなくらいあげてたのは正解です。でやっぱりそれだけ水の乾きが早いと根腐れする心配もありません。逆に培養土とかだと根腐れの心配とかもあったかもしれません。で直植えとかしてすごい成長させて庭の木として使うのでしたら全然培養土とか、そういう土でも大丈夫なんですけれども、こういう小さいタイプで楽しむのだと、赤玉土がいいです。でかつこうやって低く楽しんで、で年月が経つと幹が太くなっていきますので、で逆に培養土にしちゃうと上の方にひょろひょろって伸びて、いわゆる幹のここら辺の部分が葉っぱとか花とかつけないで、もう上の方のなんかちょっと伸びちゃってかっこ悪いボケになってしまいますので、そういう土を使ってあげましょう。で土を変える時のポイントなんですけれども、まず本当ね、盆栽用の苗のやつだったので、まずこういうねちょっとかっこいい器、陶器とかのね器にねまず変えてあげたかったっていうのが一つ。それとやっぱり最初のワイヤーとかがついてたりするんですよ。であと根腐れよりも根詰まりとかの方が心配なので、多分元気がなかったのでちょっと日にちが経ってたりして、もしかしたら根詰まりが原因で やっぱりねお花屋さんで水あげてる量じゃ少なかったから元気がなかったのかもしれません。なのでね、しっかり水をあげられるようにしてあげるといいかと思います。でその時の土替えのポイントなんですけれども、もちろん土は赤玉土なんですけれども、ワイヤーがついてることがあるんですよ。でなのでそれを気づかずにこう上げようとすると、いわゆる根詰まりしてるから取れないんじゃないかと思ってギャッてやると傷ついたりしてしまいますので、しっかりワイヤーを取ってあげること、そして根詰まりしてる場合は半分くらい、もう半分以上ですね、根っこを切ってあげて、で赤玉土いっぱいにしてあげて入れて、でまたワイヤーで留めてあげる。でワイヤーで留めないとなぜいけないかというと、ちょっと曲がってたりするとこういう曲がった状態で、横の方がいいか、曲がった状態で成長するとやっぱり 幹とか枝とかが曲がってしまいますので、それを防ぐためにもしっかりワイヤーをしてあげましょう。で根詰まりしてるかどうかの判断っていうのが、水をあげた時に下からポト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 いっぱい水が落ちてきたら根詰まりはまだしていません。しかし水をあげてもすごい水を弾いてしまうっていう場合だとかすると根詰まりが原因です。で根詰まりしてると良くないのはやっぱりね、植物が窮屈になってしまうのもそうなんですけれども、やっぱり全体に水が行き渡らないので、いわゆるここのところはすごい水いってるから元気なんだけど反対側が枯れちゃったとか、そういう場合もあるんですけど、それってやっぱり根っこ全体に水が行き渡ってない証拠なので、ちゃんと全体に根っこが行き渡るように土替えはしっかりしてあげましょう。本当にね、培養土じゃなくてよかったと思いましたけど、あとね元気になったので良かったんですけれどもね、ぜひ、皆さんは赤玉土とか、そういうあと盆栽用の土とかもね売ってますので、そういうのに変えてあげるといいかと思います。で自分でやるのが怖かったら花屋さんとかにお願いしてもいいとは思うんですけれども、花屋さんって意外とそういう盆栽売ってなかったりだとか盆栽の知識がなかったりします。なので園芸店とか、あとね盆栽専用のお店もあんまりないので園芸店とかがいいと思いますね。そういうプロの知識を持った方に変えていただくと間違いないかと思います。あとはね、本当ネットとか見ればいろんな情報載ってますので、そちらの方をチェックしていただければと思います。本日の動画は以上になります。この動画が面白いと思いましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。